んこんにちは。コンミューの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回は、アニメの話ではあるんですけれども、アロマとも関係あるよという話に持っていきたいと思います。LINE ニュースでですね、ちょっと気になるものが上がってきたので取り上げさせていただきたいですね。これが、デリシャスパーティープリキュアという2022年の2月からですね、今現在放送されているプリキュアシーズン、なんと19代目ということで、すごい長いなプリキュアって思うんですけど、今回のねこのプリキュアはテーマがご飯がモチーフで、世界中の美味しい料理が集う美味しいなタウンに、いる3人の女の子が美味しい笑顔を守るためにプリキュアに変身するっていう話なんですよね。うん、でお米のエナジーである妖精のコメコメとか、パンのエナジー妖精のパムパムとか、麺の妖精のメンメンとかが出てくるんですよ。しかも第1話はご飯に対する感謝の心っていうことで、なんかとってもその日本っぽいテーマですよね。うん、でこれ深刻な問題 でこのねプリキュアを農林水産省の人がツイッターでねこう押したっていうことで、政府公認アニメっていうような感じでね、皆さんね興味を持っているそうです。でも2020年の食料自給率ですね、日本って島国なんですけれども、なんとカロリーベースで 37% となっているんですよね。なんでなんでしょうね。で1965年の時点では食料自給率は 73% だったんですよ。これね食生活の、変化が大きい、当たり前なんですけど、そうではあるとは思うんですけれども、日本人がなんだろう、日本で取れるもの以外のものをいっぱい食べているってもう単純な話ですよね。うん、で国民1人当たりの年間のお米のね消費量なんですけれども、1962年度は1年間で1人当たり 118.3kg 消費してたんですけど、なんと2020年にはですねご飯 50.7kg まで減ってるんですよ。もう半分以下ですよ、半分以下でね。これって本当にお米を扱われている農家さんたちはね大変な思いをされているとは思うんですよね。もちろんそのお米以外にも食べられる主食になるものがいっぱいあったりだとか、昔はその日の丸弁当でおかずがほとんどなかったって、お米とりあえず食べとこうみたいなね、米さえあればみたいな感じだったんですけど、今はですねどちらかというと健康状態をね考えた上でもそのご飯の量をセーブするっていうね、炭水化物を少し抑えてっていうような食生活になってきてますよね。むしろそちらの方が健康にはいいよっていう風になってきている状態です。確かにその中でご飯の消費量をですね高めていこうと思うと、なかなか大変なところではあるんだろうなというのは理解できます。ただね同じ炭水化物を摂るならば割とご飯の方がですねいろんな栄養素が入っているので、健康上にはねとってもねいいものではあるんですよね。腹持ちもいいですしね。ただこうやって落ち込んでいるそのお米の消費量をですね増やしていくために、このプリキュアというですね国民的人気アニメコンテンツが、強力なねバックアップになるんじゃないかというふうに農林水産省の方々は考えているってことですよね。ちなみにねニュースネストで扱っている商品の中でお米を利用したものって結構あるんですよ。それがゆいかさんが作られているライスキャリアオイルですね。これベースオイル、トリートメントとかマッサージをするときに精油を希釈するための、オイル、植物油なんですけれども、これがライスキャリアオイル、つまり米ぬかから取れた油ですね。これすごく、日本人の肌に馴染むっていうのももちろんなんですけれども、アレルギー性もね小麦とかナッツ類に比べたら低いですし、あとはガンマオリザノールっていう成分が入っているので、それはそれで美白作用が期待できたりだとか、トコトリエノールがいっぱい入っているので、抗酸化作用にね優れているとかね、そういったことがね分析結果で出ております。であとはそうですね、お米の力っていうのは結構化粧品に取り入れられているので、昔ね流行ったライスフォースなんてね結構皆さん1回はちょっと使ってみたり、サンプルを取り寄せてみた方っていうのはいらっしゃるんじゃないかなと思います。お米のね保水力、保湿能力がすごく高いというところに成分注目したものなんですけれども、これですね今回アムリターラさんから新しく出た美容クリームなんですけれども、その成分がお米と山ぶどうから取れたものなんですよね。こういったね、その日本のもの、ざっくりしすぎですね。日本の土地から生まれたものからその良いところをですね抽出していって、で商品として完成させたもの、これをですね日本人が使わなくてどうすんねんって思ったりするんですけど、やっぱ海外の方が日本のものの魅力に気づきやすいんですよね。東大元暮らしです。もうなんか自分のところにあったらね気づかない、身近な人の大切さに気づかない、ちょっと家庭内の問題みたいな感じかもしれないです。でもそこにね気づいていただければなとちょっと思っております。じゃあ、アロマが関わってくるもので、特に私が扱っている和精油が関わってくるのも、農林水産省も関わってくるけれども林野庁も関わってくるんですよね。森林です。森林と、畑、果実から取れるものが、今のところメインにはなっておりますが、同じようにね、例えばそういった省庁が推せるようなアニメに関連するようなコンテンツって何があんねやろなって言ってちょっと考えてみたんですけど、例えばね前の朝ドラで「おかえりモネ」やってましたよね。で「おかえりモネ」は、森林組合さんと組んでましたね。森の話も多かったです。森は海の恋人っていうね言葉もちゃんと出てきてた状態なんですけれども、だからといって日本全体がよし森林セラピー行くぞみたいなすごいブームになったっていうような記憶はあんまりないんですよ。もちろんねNHK の特別番組の中で森林セラピーのことが取り上げられたりとかもしてたんですけれども、これはねコロナ禍もあって移動型だったからっていうのもあるかもしれないですね。ご飯っていうのは家の中でもね完結するものなんですけれども、森林に行こうってなったら都市部から移動しないといけないっていうので、行動が制限されていたっていうのも一つの原因かもしれないですね。でもベースとして根付いたかっていうとどうなんだろうなって、そこまでそれを推していたわけではないので、そこまで波及したかってではないかもしれないですね。でも少なくとも森林セラピーのことを初めて知りましたって言って興味を持っていろんなところにねセラピーが行えるようなところに出かけられている方っていうのは増えてるなっていう印象は持っています。で林業をテーマにしたものだったら、例えば、映画だったら「ウッジョブ」っていうね映画があるんですけど、これ、三浦紫音さんの小説が原作になっているんですけれども、これすっごいね爆笑できる映画でした。林業に、飛び込んだある青年のお話なんですけど、結構笑いましたね。でもやっぱり映画なので映画見る人と見ない人と、そうですね、受け取りに行かないと得られない情報というか。受け身で入ってくるような情報ではなかったっていう感じですね。めちゃめちゃ面白いんでねおすすめなんで一回見てみていただきたいんですけれども、じゃあこういうね森林に興味を持ってもらえるようなドラマでもっと身近な感じに落としていけるようなコンテンツないんかって言って、でアロマのコンテンツないんかって探してもですねないわけですよ。日本で作られてない。では日本で作られてないってことは海外であるのかって言ったらあるんですよ。あるんですけどAmazon プライムで見ることができたんですけど、台湾のドラマでとあるですね某アロマセラピーグッズメーカーさん、声優メーカーさんなんですけどの、会社で働いているという女性がですね主役のドラマがあるんですね。あるんだけれども、でもメインはあくまでやっぱり恋愛でございまして、あんまり香りの持つ力にフォーカスをしているストーリーではなかったので、3話ぐらい見てちょっとやめたんですけれども、もっと見てたらいろいろあるのかもしれないんですけど、1話目であんまりそれが出てなかったので、そういうものなのかなと。ただメーカーさんの、商品の映像とかはよく出てくるわけですよね。なんならその女性が、商品企画の部署にいるからっていうのもあるんですよ。販促物とかがいっぱい出てくるんですよね。ポスターとか。そうなるとそのメーカーさんのネーミングプレイス的なそのドラマの中にあるコンテンツとしてよく見たよねっていうような広告にはなるかもしれないんですけど、皆さんの意識の中に、そういうアロマのある暮らしっていうのを実際にこう落とし込むようなところまでは行っていないっていうような風に感じました。でしかもですね、このドラマはそのメーカーさんがおそらく作られているものかなと感じます。テレビ会社がテレビのそのドラマ制作会社が作ってそのスポンサーですっていう感じではなさそうなんですよね。いやわかんないんですけど、その普通にですよ、いわゆるその日本で月9ドラマみたいな感じで人気があるコンテンツの中に、そのメーカーさんのものが使われているよというので反則に使われているのかどうかっていうのは、そこら辺ねちょっとね台湾にお住まいで詳しい方ねいらっしゃったら教えていただきたいなって思います。じゃあこういう感じで日本の林野庁とか農林水産省が何かしら人気コンテンツを作るっていうのができるのかって言ったら、それってね予算の問題もあると思うんですよ。林野庁もね財源ありそうなんですけれども、そういったことに対して使えるのかどうかっていうとちょっとねそこは疑問ですよね。じゃあ一方その台湾のドラマも民間が作っているものだとして、じゃあ日本で民間が作ろうと思ったら冠になってくるのは多分日本アロマ環境協会 AEAJ になってくると思うんですよね。最大のアロマセラピーの教育機関でもあるので、じゃあ AEAJ 冠のアニメかドラマか作れるのかって言ったら、全くあんまりそんな YouTube も見たことないなって今感じております。なんかねそういうコンテンツが作れたらできたらいいなってとは思うんですけど、自分が作れるんかって言ったらそういう自信はないので、ちょっと課題はもう丸投げさせていただこうかなと思っています。はい、というわけでですね、今日は、プリキュアと農林水産省と、アロマだったらどうなるかっていうお話をしました。今日はね5月4日なので、May the force be with you ということで、スターウォーズの日ですね。じゃあフォースとともにあらんことということで、アロマとともにあらんことをという感じで今日はお別れしたいと思います。ではまた気になることがあったらお話ししたいと思います。ではでは。